ははい、こんばんば、えー、テニスが世界一大好きアチ,キューサーチャンネルですあちょっとね今眠いんですけど、まあ、急遽ねちょっと動画撮ってるんですけど今日はあの何、ーまあ、だっけテニスのねあのフランスの試合でねあの加藤美優選手がねあの危険行為で失格したっていうことがニュースになってたんですけど 今日はこの悲しみをあのテニスファンの皆さんに、えー、共有するために急遽動画を撮ってます。はい、今からあのニュースを読ませていただきます。えー「全仏」えー「加藤未唯組が危険行為で失格」<laughs> えー「加藤未唯、えー、ボールガールにボールぶつけ失格」えー「全仏オープニング女子ダブルス3回戦」「全仏オープン」 テニスの全仏オープン、えー、フランス・パリレッド・グレーグランドスラムは4日に女子ダブルス3回戦が行われ加藤美優が、えー、誰かと戦って、えー、対戦したが第2セット途中で加藤がボ,ボールガールにボールをぶつけてしまい失格となったこの試合第1セットをタイブレークの末落とした加藤ス,スーチャディ組 <laughs> 続く第2セット、加藤とスーチャディが1ブレイクを果たし、迎えていた第4ゲームの15対30の場面。スーチャディがリターンをミスした後、加藤が相手コートに返したボールがコート後方のボールガールにぶつかってしまい、ボールガールは泣いてしまった。加藤はボールガールの元に歩み寄り謝罪したものの、その後、レフェリーに危険行為,険行為と判断され、 加藤スーチャリー組は6対73対1の時点で失格となった加藤は失格が告げられると目に涙を浮かべスーチャリーに励まされながらコートアートにしたはいってことで、まあ、加藤美優さんが、まあ、危険行為で、あのー、失格になったってことなんですけどこれについて思ったのは <laughs> 加藤美優ルール守れよって思いましたねはい。 まあ何かっていうと、まあ、これねわざとボールをあのこのボールガールにぶつけたと思うんですけど本当にこの人性格悪いなって思いましたねはいん、まあ、だろうあのやっぱあのまあか勝てなかったからこういうことし,したのかわかんないんですけど八つ当たりでねやっぱこういうことするのはね本当人としてね最低だなって思いましたねはい、まあ、加藤美優さんはね本当ルールを守れよって思いますね はい。